皆さん、こんにちは、こんばんは。レクドリームです。はい、今回はお買い物紹介です。ですね、今月はですね、いろんなものが、ちょっと切れて、困ってしまいました。前々から言っていた、UV LED アンプ。こちらがですね、54W の、ちょっと大きめの、使ってたんですね。両手が入るぐらいの。それが、ちょっと接触不良で、なんかついたりつかなかったりで、あやふや状態だったので、新しく買いました。今回は 48W にしました。はい、それが、こちらです。はい、私は、Amazon で、ね、54W のもの買おうか、悩んだんですけど、すごいね、物によって評価が悪かったり、コンセント、まず、ね、まあ、海外のものだってすると、コンセントが心配なこと。あと、まあ、つくかつかないかの問題。でも二つあるんですけど、Amazon で調べていくと、どうも評価が悪かったり、ちょっとね、どれもな、ちょっと不安なものが、まあ、多かったんですね。で、今回は、しょうがないから、とりあえず、いつも私で、いろんなものをね、ゲルネイルとか、まあ、レジンでも使っている、プチプラさんの、LED ライトを買おうかなと。で、ちょうどね、楽天の、ポイントが10倍ってなってたので、あ、こりゃラッキーと思って、プチプラさんのを買いました。48W です。今まで使っていたものからすると、かなり、ちょっと小型です。でも、すごいしっかりした作りなんですけど、これが磁石になっていて、しっかりした作りです。このね、はまり方も、カキッてする、カキッてする感じなんですね。なので、こちらを購入しました。はい。プチプラさんのです。あともう一個プチプラさんで購入したのがこちら。クイッククレンジャー。はい、すいません。ですね。こちらはクイッククレンジャー。もうちょっとアングルをアップしましょうか。はい。クイッククレンジャーって言います。これは何かというと、まあ、消毒、ですね、アルコールの濃度が、なんだっけ。メガネかけてないからわからないんですけど、確か、まあ、手の消毒にもいいし、あとアルコール濃度が、エタノールが 75%。っていうことで、消毒用としてもすごく使えるもの。あとは、私がよく、レジンとかでやってるときに、汚れ落としたりするのに、今まで、うちの近くの、ドラッグストアとかで買ってたんですけども、ちょっと今販売されてなくって、それで、今、プチプラさんの、買いました。今回、これは、1本と3本セット、5本セット、10本セットっていうのがありまして、私は5本セットを今回買いました。もうね、レジン、を今、喫茶店で、貸していただいているので、なんかもうここのところ、本当作品作りに、励みがあって、励みになっていて、ちょっと頑張って作ってます。はい。あと、また届いたら連絡お伝えしますけど、あと、Amazon で買ったのが、こちらの、ちょっと、どかしましょう。はい。こちらの、アングル買いますね。あ、ちょっとこれ誰か。はい。これは、ニトリストって書いてあります。けれども、素材がニトリス、素材がニトリル
ゴム、まあ、天然ゴムって書いてあるのかな。はい。パウダーフリータイプ。はい。ということで、こちらを購入しました。それともう一つ、こちら、これは、養生テープです。友人から、OPP テープがとてもいいよっていうアドバイスもいただいたんですけど、いろいろ考えた、まあ今までね、養生テープで使ってたので、こちらを購入してみました。なんかマスキング素材って、養生テープなんですけど、マスキング素材って書いてあったので、こちらを2個購入しました。まあ今月はね、いろいろちょっとレジンの関係上、すっぴらいろいろって、あともう一つは、またの涙をね、レジンネットをまた購入しますが、またその時が届きましたら、お買い物紹介としてアップしたいと思います。はい、ということで今日はね、お買い物紹介をご紹介いたしました。はい、それでは次回の動画まで。またねー。